yo <laughs> どうも皆さんこんばんは始まりました今回は「投稿会談会」ではあるんですけれども今までも何回かやってますけど「投稿怪談」今までたくさんね読んできた中で僕が「もも」が怖いなすごいな不思議だなと思ったのをちょっとまとめて発表という形でベスト会ですねそうですベスト会ですであの結構前回だったりとかですねその前とかもちょっと不思議な話とかえとまあいい話も途中で入れたりもしたんですけどちょっとね 今回は怖いに寄ってるかなっていう今までそれこそねかなり長い年月、「七らしチャンネル」やってるんでその中でもうもうのストックに入ってるものね。健吾には聞いてもらってまずいきますタイトルもつけてるんで僕がタイトルも発表しますタイトルは「自殺公演」というタイトルですヨハン・クライフさんからいただいておりました30年ちょっと前に高校生の頃の話だと。 えー、当時、ですね、えーまあ、ヨハン・クライフさんでワ、ね、イさんとしましょうか、ワイ、はいえー、さんは千葉県習志野市に住んでいたと、はいで、自宅から自転車で10分ちょっとのところに、うん、通称ですよ、はい、自殺公園と呼ばれる、ちょっと大きめの公園あった、えー、まあ知ってる限りだけでも、その公園で首吊りが3件、えー、ガソリンかぶって自分で火をつけた焼死1件、<わ> 1> まあだからね、学生たちの間であそこ、とんでもないなとい話になるわけですよ。はい で公園のレイアウト的には敷地の中央は広場のようになっている、うんはい、北側に雑木林がある、うん、で西側に子どもの遊具がある、うん、で首吊りっていうのはその北側の雑木林、焼死<ー>ていうのはこの広場のところで起こっていたそうなんですね。えーまあ、だけど昼間、そんな話が嘘のように子どもが遊ぶ、はい、老人が散歩してカップルがベンチで語らうような清々しい場所なんですって。はい で、これは高校2年の夏休みの終わり頃にこの Y さん友人からその公園で花火しないかって誘いがあったそうなんですよ男4女4ですよで Y お前の好きな A ちゃんも呼んでるよってこと言われたからもうね嬉しいある選択肢はないから行くわけですよで集合が現地で夜20時 Y さん自転車でこの自殺公園に向かったんだけどちょっとね早く着いちゃったこともあってまだ誰も着いていなかった自分以外ね だけど公園の中から女性の大きな「ハッ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 」って笑い声が聞こえてくる。はい、あれ友達先に入ってんのかなと思ったけど、うん、この自転車 Y さんのものしか並んでないんですよ、うん、歩いてくるとも思えないなだとしたら先客がいるんだろうと思った、うん、で当時公園で騒ぐ先客といったら大体たちの悪いヤンキーだと、はい、で Y さんね 絡まれたら面倒くさいからみんなが来たら話してちょっと場所変えようかなと考えてた、はい、で当時携帯もポケベルもない時代なんです、はい、外に出ると連絡の取りようっていうのはなかったんですよね、うん、でほどなくして一人また一人と集まりだして予定時刻には、まあ、全員が集まった、はい、でも公園の中からはハはハはハハっ,って女の笑い声っていうのはまだ聞こえてくるんですよ、うん、だけどその笑い声に構わずみんなぞろぞろ行こうぜって公園に入っていくんですね、はい そこで、y、さんが「いやいやちょっと待ってあの笑い声聞けよお前、うん、誰か先客いそうだから場所変えねえ」って言ったら「はい?は」って言ってみんなには笑い声聞こえていないようなんですね<ー>だから Y さんはその時点であこれ絶対ダメなやつだと思ったんだけど、はいはい、入り口のところでは声の主の姿が見えているわけではないんですよ、はい、そして自分が先ほど言いました好きな A ちゃんもいるんですよこうなってくるとね、うん、もうここでやめようとかじゃなくて、はい、まあ A ちゃんもいるから。うん 行こうっていうことで続いていった。うん、しょうがない。はい。公園にはポツポツと女野党があるんだけど、真っ暗ではないんです。はい<っ>。でもかなり暗いんです。はい<っ>。昼間は来たことがあるけど、夜は初めてだ。うん、静まり返った公園は、昼間とは別の場所と思えるくらい雰囲気が全く変わってくる。で、みんなが花見、花見の準備している間もね、<っ>女性の笑い声、まだ聞こえるんですよ。はあ<ぁ>。どっからこれ聞こえんだろうと思って、ワイさんあたり見回したら、それどうもね、<っ>雑木林の方から聞こえてくる。 ああ雑木林って首くくって死んだ人いたよな、もしかしたら自殺した人の霊とかか、あ<ー>まあもう無視してよって決めた Y さん、しばらくみんなと花火してたんです<ー>どんぐらい経ったか友人の1人の B ちゃんという女の子がね、うん、誰か笑ってないって言い出したんですね、はい、で彼女もちょっと霊感がちょあるみたいだなと、<ー>ここに来て声が若干聞こえてるみたいだと。 でそんなことを言ったらそういえばさっき Y もそんなこと言ってたよねって風になって、うん、話が一気にオカルト的な方向にみんな進んでいくんですよ。うん、花火もや,やり尽くしちゃったから、はい、まあ Y さん除く男3人が肝試ししねえってことを言い出したんですよ。はい、で女の子たちは嫌そうなんだけど、うん、まあまあやろうぜやろうぜって言って丸め込んで、はい、この主人公の Y さんとちょっと霊感なるの女の子 B ちゃんが声が聞こえるって言った雑木林の方へみんなで行くことになっちゃったんですよ。 ちなみに Y さんね、はい、友達とかに幽霊が見えるとは誰にも一応言ってはないんですよ、はい、嘘つき頭がおかしいと思われるのが嫌だったから、うん、だからこの時のメンバーも Y さんが見えているっていうのは誰も知らなかった雑木、はい、林に近づくにつれ声がどん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 大きくなって,る割れてる笑ってるんですねそしてそれ以外にも何かきしむようなギーギーっていう音が聞こえてくるんです冷やせ止まんない Y さん、はい、そんな Y さんと裏腹にみんな怖がりながらも楽しすぎに進んでいくんですよそんで ちょっと奥に進んだ時、遠目なんだけど、はっきりと Y さんには見えたと、不自然に一部分だけ刈り取られた雑草があって、その中央に一番下の枝が切り落とされている、そんなに大きくない一本の木があると、その木に縄跳びの紐で首をくくって、足をバタバタさせながら大声で笑っている20代半ばの女がいた絶対幽霊なんですよ。はい でねねこれが、ね、派手な赤いスーツのような服着てる長く明るい色の髪片方だけの赤いピンヒールまるでジュリアナのお立ち台でセンス振りかざして踊ってるようなそんな感じの女性が縄跳びで首くくってバタバタ足やって大声であハはハはっはっって笑ってるともう Y さん固まってしまって震え止まらないんですよでその場に立ち尽くすだけどみんなその幽霊の方見えないから進んでいくんですよ、はい、その時に今まで大声であハはハはっって笑っていた女性の声がピタッと止まったんです えと思ってそっちの方を見ると、はい、満面の笑みでニたっと笑って進んでくる友人たちを見下ろし女性の幽霊が目に入ったやばいと思った Y さん、はい、おいどこ行くんだよそっちじゃないこっちこっちからなんか霊の声がするって必死に嘘をついたんです、はい、そしたらみんな友達うまくいったようで友人たちぞろぞろと Y さんの後をついてきてくれてその女性のいる場所からは逃げることができた。 ほっとするのもそのさらに後ろから怖いどころでは済まないような危険な空気が流れてくる、うん、もう多分後ろから女性がガーって睨んでるんでしょうねとてもの後ろなんて踏み抜けないその女性がどんな顔でこっちを見てるか容易に想像がつくとそんな気配を感じながらもう早々と肝試しを何とか切り上げてその後何もなくみんな解散して一緒に行ったメンバーの身には何も起こっていません。 でもあんなにはっきり見えたことは今までなかったとても恐ろしかったと、えー、先ほども冒頭で言いましたけど千葉県習志野市にこの公園現在ででもあるそうが<ー>これは恐ろしい恐ろしいですねまあ命を絶った、えー、もうねだから<ー>周囲の人たちの間ではもう学生とかの間ではそういう通称でも有名になってるのかもしれないですよね。ねだからまあちょっと見た目が えー、ジュリアナ系、えー、派手な,派手な、えー、女性だったっていうところですけど何が楽しいのか、えー、ずっと笑っているといい足バタバタさせてでそっちにやっぱそのみんなも寄っていくっていうのも、はい、やっぱ招かれてるっていうかそうですよね、はいまあ、こっちの方で一応声聞こえるよってことを Y さんが言ったっていうのもありはするんだろうけど。はいで バタ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 足やってるけど、うん、人が来るとやっぱその存在っていうのは気づいて笑うのピタッてやめて、うん、嬉しそうににこうってなったっていうことだからなんかこう取り込んでやろうみたいなことをね考えてん、ね、だ雑草がその刈り取られて枝が落ちてると、はい、そのやっぱ下ろす時にいろんなとこ処置をしたっていう。 残残がやっっっぱそここにててるっていうことですよねとてもリアルで本当にあった<ぁ>そこでなくなった木なんだろうなってう。でしかもやっぱまだそれが生えそろってないっていうことは、うん、そこそこ最近に起こったことかもしれないし。なんか生々しいなっていうこととともに<ぁ>なぜ。 自分で命を絶ちながらそんな笑顔でいられるんだろうっていうところも考えると不思いなちょっともうその反響欄で笑いながら足バタバタさせてるっていうのもなんかちょっと絵的に怖いしあものすごい怖いですよねあそしてそれがなんかなんんかていうの派手めな人っぽくてっていうところのギャップもだか,かなり印象に残ってたお話だったんで。 これはちょっとすごかったですねいやよくそこまで冷静に対処できたなっていうそうだねみんながやばいと思ったからもういやそっちやないそっちやないこっちだこっちだって言ったらああそうなのって言ってみんなわかんないかこっちに来るっていうことだったねでしかもその肝試しももう笑い声が聞こえてるとこに行こうって言ってるもんで僕ジェットコースターとか好きなんですけどあれってやっぱり安全が確保されてるから好きなんですよいやそれもちろんだから俺ビルの屋上とかって俺怖いんですよ めちゃくちゃ安全が確保されない手すりもなかったりこういうヘりだけの校舎の上とか苦手、これもすごくだって落ちちゃう可能性もあるじゃんってやっぱどっかで思ってるからやっぱそういう恐怖肝試しとかって危ないなと思いいますはじゃ続きまして P さんの以前いただいたお話「笑う地蔵」というタイトルです。 心霊、えー、スポットに以前、向かわれたそうなんですね、はいで、霊感のある職場の若い後輩、これ、女性、王ちゃんとしますと、2>, はい、で2人で、ね、夜中の1時過ぎごろ、とある峠に行ったんですと。 私が車を運転して、はい、まあね、山道すごい動物とかが急に出てくるそうなんですよ鹿だらけって書いてますね<ー>鹿だらけの山道を走っていたんですけど、はい、で、この横の王ちゃんにはね事故防止のためもし何かお、まあ、王ちゃんは霊が見えるのではい、はい、もし何か霊を見てもすぐには「あいた!」とか言わないで<ー>安全になってから教えてねって約束してたと。 真っ暗で狭い薄っ落とした山道を走っていると、うん、明かりがぽつんと見えた、うん、で、そこ明かりなんだろうと思って近づいてみると、うん、赤いね、のれんのようなものがかかったほこらだったと、<え>電気ついてるんですって<う>で、その明かりにちょっとほっとした私は何これって言って車の速度を落として止まろうとしたそうなんです、うん、そしたらこのおうちゃんというね霊感の強い隣に座っていた女性がちょっと不機嫌な様子で、うん、ああ、それ地蔵ですよって。で 行ってきたそうなだから「ああ」って「私は車を止めずに地蔵か」って言って走りすぎたで祠の中には少し大きめの 1m サイズくらいのお地蔵さんがいたのが私にもちらっと見えたんですとうん、うん、で、まあ、その後の車の車内ですよ「はい、お地蔵さんって守ってくれるもんじゃないの?」って聞いたら「うんうん、不機嫌なねその王ちゃんはね地蔵にもよります」ってなんかピシャッと言ってなんか<ー>それ以降あんましゃべってくんないんだって。 でしばらく走るとちょっと落ち着いた様子の王ちゃんが「うん、あのね」っつって「あの地蔵良くないです」って「えなんで?」って言って、うん、目があったらめちゃめちゃ笑ってました」っていうて<ー>怖かったんですがそのまま目的地に着いて特に何も起こらず、うん、その帰り道です、うん、またあの笑う地蔵の前を通らないといけません、うん、さっきの話もあって思わずスピード上がっちゃったんだって「スピードスピード」ードって注意されながら地蔵の前を走りすぎて、うん、しばらくしたらその霊感文字の王ちゃんが「 もう安全だから行ってもいいですか、うん、って聞いてきて「うん、え,えっえっ?」てことはさっきまで安全じゃなかったの、うん、私はこの瞬間が一番怖かったです意、うん、を決して何があったのかを聞いてみたら帰りの地蔵の前を車で通った時、うん、この王ちゃんね、うん、腕を何者かに思いっきりガッて掴まれたそうなんで、うん、それが数分間痛みを感じるくらい強い力で掴まれたそうですと、うん、で王ちゃん曰くあれっていうのは地蔵が4 行,って行けという意味で腕を掴んだりしていたと思うとでこっちに来いよという意味で行きの時にはこうニタにタりないって笑っていた、えー、その笑顔悪意のあるもので嫌な感じのニヤニヤとほれ来いほれこっち来いというような感じで私たちを誘っていた、えーえー、帰宅後家にもついてきたそうで壁をどんどん叩くなどラップコーンもあったりそうなんですけどそれは23日で収まったそうです一体あのお地蔵さんというのは何をしたかったんでしょうかというお話ですね。えー 不思議気持ち悪い系ですね。まあそうですね。はい笑う地蔵だからうん一般的にはなんか子供の、えー、子供が亡くなった子供を慰めるであったりとか、うんえー、子供の鎮魂のためにそのあれを作ったりお地蔵さんの本来の役割なんですけどまあ何も 例えばそのお祈りとか祈りみたいなのをされなくなって、はい、何も入っていない状態の入れ物だけ見たくなってしまったのに何<ー>かが入っ,ちゃってしまったり事故を起こさせたいのかな<ー>で、笑ってたりとかこっちに来いって手招きをしていたりっていうのが見える人には分かるんだなっていうのが不思議だったでそね。 赤いなんかその、うん、のれんがかかってる、うん、ってほこらでそこだけ光が照らされてるっていうのもそうだねだからまあ一応まあ明かりまあこれがライトみたいなものなのか分かんないけどあ<ー>まあ定夜灯みたいなのがついてるのか<ー>いつでも誰でもお参りできるようにっていうふうにはしてはあるんだけど<ー>まあでもこの麗華虫のこうちゃんっていうのが言う。うん えー「地蔵って一般的にいいものじゃないの?」っていうのに対する「地蔵にもよります、うん」っていう言葉がですね、うん、あそうなんだってそうですよね、うん、いやお地蔵さんはやっぱりなんか我々あの笠子地蔵で育ったもんですから<笑><笑>昭和の時代で育って、まあ、<laughs> 今も今だと子供あんま分かんないのかな<え>笠地蔵って。笠地蔵はいや だからそのね俺だったら昔ほら、はい、漫画日本昔話っていうのがあったりとかさ、はい、なんか今よりもまだ民話昔話触れるの多かったけどう、ね、どううななんだろうねちょっとそこはリアルに気に気ります、ね、お地蔵さんも見かけなくなったりとかしてるんですかね<ー>現代的に都会で生まれたねあんまりお地蔵さんがあるところ本当<ー>街の角とかにあって、はい、でもそれっていうのは。 あんまり気にかけないじゃん、はい、お地蔵さんがあるから手を合わせるっていう方もほとんどいないだろうしで,でもやっぱり都内とかでたまにちょっと見かけるとあ、うん、お地蔵さんだってあ<ー>あの思っちゃったりしまする、ね、す分かる分かる、はい、それはねそうそうだから街の角とか辻とか四つ角にあってねなんかその,その場のなんか悪いことが起こらないように収めてくれてるとかね,ね同窓人的な役割っていうのがありますからねじゃあ続いてです、ねはい、ありがとうございます、はい グッサンさんからいただいた体験談、うんえー、タイトルは夢のお話なんですけど、はい、首一個身につけたというタイトルです、えー、奇妙な夢の話です、はい、時間は22時ごろ、これ、あくまで夢の話の中から言いますね、はい、夜10時ごろ、はい、リビングでくつろいでいたらインターホンがピンポってなった、はい、カメラのぞいたらそこにはランドセルを背負った10歳前後の男の子が夢の中で立っています。はい 外は雨,雨風がすごい激しいんだって、うん、そんな中傘もささずに立っている少年どうしたのって要件聞いたら「うん、家に入れてください」って言ってくるんだ、はい、ああ。えっ待って家どこなの親どうしたの?」って質問しても返事ない、はいはい、仕方ないから夢の中で私はその少年を家の中に入れてあげた、はい、家にあげたらびしょびしょに濡れているから風呂に入りたいんだってこと言ってくるまあいいわ貸してあげた、はいはい、でお風呂から上がったら「お腹すいた」 っていうから、まあ、ご飯を与えたその間何度もね親はどうしたのお家どこなの、うん、質問するけど全て無視されて会話にならない、うん、そうこうしてるうちに時刻がまあ午前1時、えー、夜1時過ぎになっちゃったんですね、うん、で少年が「泊まりたい」って言うから「なんだこいつ」と思いつつも「うん、まあこんな時間に帰すのも危ないし朝起きたらどうにかするか」と夢の中で仕方なくその少年に布団を敷いて眠らせました、はい、で自分も眠りについたのを夢の中でね、うん その少年が寝たのを確認してから夢の中で自分眠りについたしばらくしたらなんとなく首に違和感があるこれまだ寝てる状態です、うんうん、目が覚めたら男の子がマウントポジション状態でノコギリみたいなものを持って自分の首を切り落とそうとしていたんですって。うんうんうん なぜか意識がはっきりしていてああやばいやばいやばい,あやばいこれ切り落とされるなんて考えてたら、うん、案の定首を切り落とされて、うん、男の子はその自分の頭をつかむとランドセルにしまって、うん、首一個見つけたってつぶやいて家を出ていく、えー、こんな夢を見たんです、はあ、こんな夢を過去に3回私は見ていて、はあ、ついこの間4回目を見たんです。はあ

ねまあ、全部夢なので、はあ、実生活の方で何かがね、えー、とあったっていうわけではないんですけど全く同じ内容ディテールの夢っていうのを、はあ、うんなぜか見るとでその都度数える少年、まあ、1個見つけただったのが、えー、次見た時には2個ってなんかプラス音どん,どん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 されていくから、はあまあ、俺がもしねこの夢を見ていたら、はあ、いつかこの夜、はあ、自分が起きている時に。 夢の少年がピンポンって現れてあ、はあ、こ、ね、の子だってなるんじゃないかなとか思ってしまうのが怖いいななっていう気がしますねで、もうなんかその昔からそのなんか招いてしまうと、はい、あの悪いものが入れるようになるみたいなところがあるから。そう,そうですよね、はい 自分から入れるっていう行為だから幽霊だからね入ってこられるとかそういうことではなくて階段のボタン道路のお札剥がしとかじゃないけどあれっていうのもね札がないことによって開けて入,って入れるようになっちゃったりとかこの「どうぞ」ってやることに意味があるんじゃないかない、はい、いやー怖いですと、ね、ドラキュラとかも多分あれですよね。うん、吸血鬼ととかかも多分招かないと、うん ああ<ー>家をこっちから開けて入れないとなんか家の中に入,、ね、入れないみたいな窓と、まあ、かあれ、ね、西洋の考え方とかでいろいろあってあ<ー>自分から招き入れる後、あとコウモリみたいなものになって、うん、ちっちゃい隙間から入ってくるとかねいろんな考え方があるみたいですけど、うん、まあただの、ねまあ、夢のお話ではあるんですけども、うん、その中でも群を抜いて怖いなっていう印象が僕はありましまて。 ちょっと怖いが多いですけ、ね、ど、はい、今日本当にね。続いてです、はい、えー。パンダ倒産さ,さんの体験談、えー、謎の手 vs 幽霊っていうタイトルを僕がつけてますねえーはいえー。私は40代の男性なんですけど、はい、えー、ちっちゃい頃から割と多くの不思議な体験していると。うん で我が家は私の母親筋から遺伝で多少の,多少の能力が引かれてきており、はい、私もその一人なんですともともと深く考えたりしなかったせいもあって体験をしても気にせず誰にも話す機会もなく今日まで少しできましたとそういう体験とかされる方だから、はい、まあ僕たちの動画見ながらね、うん、あ俺もこんなあったわあわ分かる、それと独り言をよくつぶやいたりしていましたと。 ならばせっかくだから DM してみようかなとなった次第ですで僕が体験談を以前にいただいています数年前のある夜のこと、はい、当時私は妻と、えー、年長の息子と3人でアパートに住んでいました間取りはい、2LDK いびきがうるさい私は一人で洋室、うん、妻と長男は和室で寝ていました、はい この頃の私はというと霊が見える匂、えー、いの変化が分かる他人の体調変化をもやで察知する、うん、気配が犬猫並みに、まあ、何かのあれを感じることができる、まあ、そんな能力というかそういう感じだった例えば気配に関しては爆睡していびきをかいて寝ていても、はい、家の中に何者かがいると感じる,感じると反射的に目が覚める<ー>その夜も、ね、そんな感じで始まった。 後に時計を見ると深夜3時頃、何かを無意識に感じていたんでしょう、うん、パッと目を見開いて、うん、あれなんかいるなとまずは辺りを暗闇の中で見渡したと、はい、でもここじゃないなそう思った私は布団を蹴り上げて妻と長男がいる部屋に向かいました、はい、歩きながら続々と鳥肌が立ってくる、うん、ああ、おかしいなと思った私や祖母や母から万が一の時に教えてもらっていた不動明王の真言をおのずと唱えていたと、うん、で 奥さんとお子さん、二人のいる部屋に来るとね、うー,うーって暗闇の中でうなっている声が聞こえてきた。え目凝らして見てみると、その正体、うーって言ってるのは奥さんだったそうなんです。<ー>そしてその隣にいた息子が目を覚ましていたのか、その場に座り込んで妻の方を凝視している。うん、私が息子に声をかけても反応がありません。そして妻は相変わらず金縛りにあっている様子。うん、私は急いで布団のそばに駆け寄ると足を止めました。 そこには、金縛りにあっている妻にピタッと黒い人影が寝ている妻に寄り添うようにくっついていた闇の中の黒よりも濃い黒色そんな人形のそれでしたで、息子もねどうやらそれを見ているようでした私は基本的にあまり幽霊とかに恐怖心とかがない天然なのですがこの時は次第になんだか腹が立ってきて わしの家族に手を出すなとつぶやいてその人影を蹴り上げてやろうと思った瞬間、うん、その人影の真上辺り暗闇の中からスーっと青白い腕が現れたんだって、うん、そしてその腕は静かに人影の頭の部分らしき箇所に手を置きましたいやがっと掴んでいるようですと。うん その瞬間、頭をつかまれたこの人影が突然、手足をすごい勢いでバタバタし始めた<ー>しかし、つかんだ手は一向にその人影の動きに左右されることなく離そうともしない<は>で、隣でいた寝ていた息子さんがギャーってさすがにびっくりして泣き出して私もたまらず尻もちをつきましたその後、人影は青白い上から伸びてきた手によって無酸するかのようにふわーって消えていったんだって。 そして上から伸びてきた青白い腕もすっと引っ込んでいくかのように消えていったと。すべてが暗闇の中での出来事なのにしっかりと成り行きを見てしまいました。私ははたっと我に返り息子を抱えさっきまでうなっていた妻に軽くビンタをした。で目を覚ましたら妻は開口一番金縛りきつかった。でも怖そうなおばあさんがそばにいてもっと怖かったんだけど。 妻にはは青白い腕のことかからなかったそうですただ横にいた老婆がスーっと消え去っていったということを話していました。1ヶ月前ぐらいにこれまた妻が金縛りにあった時もその正体があの老婆だったのか結局分からないんですがしわくちゃになった腕がビューッと伸びてきたのを夫婦揃って見たこともありました。そして青白い腕の正体もいまだ分からずじまいともあれ助けてもらったことには変わらないので夫婦で感謝いたしました。で そんな我が家で起きた幽霊騒動でしたってことなんですけど、はい、最後に一つ分かったことがありますと、はい、それは暗闇の中で見たのは青白い上から伸びる手と妻に寄り添う黒い人影だけではないということです、うん、これらのやり取りの最中、はい、え息子を何度か見たのですが、はい、あのその中の1回のみ だとおっっしゃってるんですけど息子さんの体にですね、うん、え俗に言う凡字のものが浮かび上がって<ー>それがね螺旋状になってくる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 る回っていたんだって<う>それを見たときに、ま、あなるほど息子はこれに守られているんだなということを私は思いましたと、えー、なかなかとなりましたがな、えー、長文になりました申し訳ありません、これは永伏木さんを応援していますということでした。 ななんんかすすごい話でで、ね、そう,なんでしょうだからあの息子さんがまず何かに守られて<ー>謎の凡事のようなものっていうか螺旋状にっていうのはすごくファンタジーな表現なんですけど奥さんに寄り添っていた老婆みたいなものっていうのが、うん、まあ何回かそのね老婆自体はこの家にいたそうですが、うんえー、上から伸びてくる謎の青白いて、うんはい、で手,手で。 そのまあ悪い老婆なんでしょうね<ー>頭の部分ガッて押さえたら<ー>バタバタバタってなってるけどあ<ー>まあ多分最後グッてやってフワッてやったような、うん、完全にアイアンクローですよねだから、えー、これも集合いやー、うんうん、これがまず何なの,何なのかっていうわかんないですよ。 だか,らこれだから幽霊対幽霊の、はいはい、な対決のようなものを見たっていうところで、はい、多分そういうね「謎の手 VS 幽霊」というタイトル僕つけてはいたんですがそのそのまあその、まあ、例えばその子供さんの回り、ままあ、回ってた盆地っていうのが、うん、その今までの,その成長するにつけて家族がやってきた、うん、何かその健やかに育つようにっていうそのなんか 儀礼だったり、なんかいろんなことだったりの何かが残っててっていうのをまあ信言をんか唱えてってたって言ってたんでの、うん、その仏教系のことを何かやられててそれが何か残ってて、まあ、それが功を奏したっていうのがあったのかもしれないし。ね、珍しい話で、はい えー、でその青白い手守る存在というのが家族たちを無事に守ってくれたっていうところなんですかねはいでは、はい、続いていきたいと思います、はい、黒駒団子さんありがとうございますいただいてます、はい、霊能者というタイトルです <noise> えー まあ、たくさんここに体験談いただいておりましてコインにしている霊能者の方がいらっしゃるんですよ、はいうん、黒ごま団子さん、女性の方でね、私がその方にお世話になった時のことの体験談ですと、はいえー、実家に、ねえー、いらっしゃる時に、はい、私の部屋は2階に部屋あるんですけどと、毎日夜中の2時から3時の間に窓を外からノックされるということがあったそうなんですね。えー ココココンンンン嫌じゃないですかそのノック音がする前叩かれる前に必ず屋根の上で何かをゴロ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 転がしてるのか転がってるのか分かんないけどそういう音が聞こえてたんだってそれに伴って一番嫌だったのが部屋の中で女の人のすすり泣く声がその後聞こえてくるんですと。ゴゴゴロロロ で屋根で音がしたらコンコンってノックがあって、はい、そのあと部屋の中にいつの間にか入ってきた女の人が泣くまあこういうのがもうずっと毎日続くとでも家族に相談したら、はい、いやいやもうなんか気のせいでしょ田舎だからさ猿がいるんじゃんってなんかよくわかんないこと言われたいやいやでも毎日猿が同じ時間帯に何かをゴロゴロ転がしますか<ぁ>と。 猿がすすり泣くか、はい、もう私はその時気が狂いそうでした、うん、一応屋根裏も調べましたが原因は分からない、うん、で、1ヶ月ぐらい転がす音とノックオンすすり泣きは続いたんですと、はい、で、ある日のこと自分の部屋に入る際当然ですけどドアを開けて入ってドアを閉めますよねとそのドアがもうあと数センチで閉まるその数センチの隙間を白い着物で長い髪の女性がこうやって覗いていたことがあった もうこの件で限界だ私と思って自分のつて、えー、でね、はい、霊能者の方っていうのをちょっと紹介してもらったそうなんですね、はい、初めてねでその時に条件っていうのがいくつかあったと霊能者の方は曰く、はいわくそれというのが一つはこの霊能者の方人の紹介でないと人のことは見ないっていう方<ー>で二つ目がお金はいらないですと、うん、お金の代わりに米かお酒を持ってきてくださいっていう方<ー>そして三つ目です もしこの霊能者の方のお家に行った時会えなかったら縁がなかったということで見ませんだからねいつ来てくださいっていう指定もされないんですど。あなたが思った時に行ってください縁があったら私はいますしなかったらもう見れないんですっていうタイプだったい。でその時私は男友達に同行してもらってその霊能者の自宅にねお米を持って行ったそうなんですよ。 友達が駐車場に車を置いた後お米を運んでくれる段取りになっていたのでまずは一人で車から降りて家に行ったらその霊能者の方のドア全開になっていて中からおばさんが覗き込んでいて「早く入ってちょうどよかったよちょうどお米なくなったからさ」ってんかニコニコしながら言われたとこの時点で私はお米を持っていません友達もまだ到着してないなんでわかんだとで見るやいなや「あなたかわいそうに」 ね、変なものが見えて怖い思いしたねもう大丈夫だよ原因はあんたの親が悪いからねあんたに来ちゃったのはかわいそうだったねってことを言われたとまあ用々えないけどとりあえず見てくれるんだと思って、うん、で自分のあったこととかすべて全部話して、うん、で霊能者の方曰く私の家でのその現象これはたたりであると何、うん、でかっていうと実家で所有している山があるそうなんです、うん、その山を崩して えー、このお宅数回増築してるんですけど、うん、地震災をしていないっていいいなっっうことが原因であった<ー>であた霊能者の方ね、うん、ノートに方位磁石の東西南北のアルファベットと丸を書いて、うん、だから何やら線を何本か引いて、まあ、黒駒団子さんに見せるようにね、うん、なんか12344回目だと4回目の増築の時に崩した山に土地の神様の道があったんだと。 そそれれが原因だってこと言われたそうなんですで、す私自身何回増築したのかはわからないので親に確認したところ4回目の増築は確かに山を削って建物を建てたということだった対処法ですと<は>土地を清めるために毎朝洗ったお米、うん、粗らを酒を家の周りに巻きながらお経を唱える、うん、ごめんなさいっていう気持ちをちゃんと伝えるっていうことだった<ー>で、これを14日続けてまだ続くならプラス7日間やるように言われました。 で、都合でやったのがね、黒ロま団子さん20日くらいで本当に音がピタッと止まったそうです、うんえー、そして私は家族の中でも霊障を受けやすいようなので気をつけるようにと言われましたこんな不思議なことがあるんですね霊能者の能力にびっくりした話でしたというところでしたはいすごいですよねすごいですね全部がわかるんだなっていう気がします<ー>本当に先ほどちょっとね、銀棒さんのえっ、ー、とー <laughs> ね、次女の方へを、えー、が例がついてますよという話の例があったんですけど、うん、まあこの方もそれに負けず劣らずというか、えー、まずどういった気持ちで来るのかがもう分かっている<ー>何を持って来るのかも分かっているというのはその方位とかで何回目の何がいけないっていうのが、うん、いや見えるんですねー。いやー すごいですねで、4回目の増築の時に山を崩してそこが神様の道だったから怒ってるとだからね俺本当ねこういうのを聞くとね、はい、例えばなんかほら今だったら山とかを色々ね切り、はい、崩して何かを作ろうとかするわけじゃないですか、はいはい、そうなってる時に結構広い範囲とかを何とかしようとすると当然今回でいうその神様の道みたいなものを削ったりとかさ、はい、してしまって たりしたことってじゃあ何に来るのっていうとそれをやろうって決めた、うん、例えば国であったりとかね、うん、そういったところに来ると思うんだけど、はい、なんか今の日本とか思うとね外国難みたいなことが多かったりすると<ー>うーんとか思ったりはしますよね。山はもうう、まあ、切りり開かれたり、うん、まあ多少はそういうところで まあ霊障もあるかもしれないですけどどん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 ,どんやっぱ神様もやっぱ減っちゃうのかなっていう、うん、そうだよね、はい、だからまあそういうこと事業をするとか何かをやるっていうことはもちろんね、はい、あのプラスのこともあるからやるんだろうし、はい、まあ今回のことに関して言えばその時にちゃんと自震災をしてなかったってことやっぱ原因であると、うんあでね。お断りを入れて神様というものがいるんだったら別に、うん、あの人の不幸を元から願ってるわけじゃないんで。 話せば分かってくれるだろうそういう事情があるんだらていうところだとは思うんですよね。みたいなこというのはね何があるか分からないというところです。じゃあもう一話いけるかなはい伊藤佳よ子さんから頂いてました「眠らされる家」というタイトルです。離婚をして私が29歳の時き2番目の旦那と生活していた頃の話を聞いてください。 一緒に暮らそうと決まり引っ越すのにどこかいいところないかなって探してたと、はい、知り合いづてで、まあ、構想している自分が考えている金額より5000円引いてくれることになって<は>あいいじゃないとはい、はい、そこに住むことになったっ住み始めは私も働いていたんですけど、うん、すぐ体調を崩して休みがちになってなんか、ね、ちょっともう寝,る寝たきりに近いような状態になってしまった、えー、と医者に行っても原因わかんないと、はい、昼夜問わず眠り続けて2ヶ月ぐらい経ってしまった。うん なんだか寝てる部屋に何か気配をその頃感じるようになっていたそうです、はい、でその部屋は玄関を開けると目の前に脱衣所があり、はい、真ん中に窓がありました玄関から一直線にある窓に不思議な感じがしましたが家の中に霊的なものを感じないため大丈夫だと思って引っ越してきたんですけど寝込んで2ヶ月くらい経った頃です、はい、脱衣所の窓の外に何か気配を感じる、はい その頃から一人で寝るのが怖くなって、旦那に話しても何もいるわけないよと信じてもらえない、怖さをやらげるためにチワワを飼うことにしました。いつもどこでも一緒にいてくれるので少し安心できましたが、飼い始めてすぐに脱衣所の窓を吠えそうな顔で見つめるようになりました。それからもそこに住んでいる2年間、私は眠り続け、かろうじてご飯を作り、食べて、お風呂に入っている時だけなんとか頑張って起きているという感覚だ。 1>, 1日ね4時間くらいしか起きている時間なかったそうです、<ー>それぐらい眠り続けていたんですと、何も考えることができず、だんだん体も弱り、ある日、なぜか急に、あ引っ越さないと死ぬと、自分の意思か何かは分かんないんですけど、脳裏に焼き付いたように思い立ちました、旦那さんはね、大丈夫だよって言って取り合ってくれないんだけど、うん、すぐに次の日から私は家を探し始めました、はい、そして家を探し始めたその日から、犬が脱衣所の窓に向かって激しく吠えるようになりました。はい 住居の件でお姉さんに相談したそうです、はい、そしたらたまたま姉の前の家が空いてるってことを言われて、はい、もうその日のうちに見に行ったと、はい、窓から中を覗くだけでしたが見てみると何でか分かんないんですけど直感で幸運が集まる家お金のたまる家だと思いましたその日のうちの大家さんに連絡を取り次の日に契約を済ませその月の末日までに引っ越すようにしました、はい、引っ越し準備の間 寝る部屋でも犬が吠えるようになり身の危険を感じながらも何とか引っ越す準備ができました新しい家の鍵をもらって先に私が行って後から荷物とともに旦那が来るようになっていました<は>そしていざ新しい家に入るドアを開けたその時耳元でなんだここかとはっきりした男の声で言われたんですって、うん、えっと思ってびっくりして振り返ったけどそこには誰もいなかった、うん、その瞬間になんだここかって男の人の声 多分あ前の家から私連れてきてしまったんだってことを思ったしかしこれは家に入る前に聞こえたから、はあ、外で聞こえたから中に入ってきてはいない、うん、違う連れてきてないと強く自分に言い聞かせましたしかしその日から部屋では子どもの足音がパタパタ聞こえてきました寝ていても起きていても家の中で子どもの足音が何回も聞こえますでも怖くはなかったから座敷わらしがこの家にはいるんだってなぜか分かんないけどそう思うようにしました。 住み始めて1週間くらいするとだんだんと小さい足音だけでなくなんだか騒がしく怖い気配を感じる時もあるようになりましたと。やっぱり前の家のやつ連れてきちゃったのかなと怖くなる時もありましたが今までのように眠り込むことはなくなりました騒がしいのと気配だけで何かをされるわけでもない半年くらい過ぎた頃です子どもの足音みたいなパタパタ音が全く聞こえてこなくなったと同時に怖い気配を感じることもなくなったと。 体調もすっかり戻ってその頃から私は仕事も始めました、はい、でその職場に霊感があって見える人っていう人がいたんです、ねはい、私が本当に見えるなら家に来て見てもらおうってうことで、うん、声かけたらその人はね、うん、いやいや疲れるから家に行かないよってこと言われたそうなんです、うん、その人はいくです、はい、小さい頃に霊能力者の方からあなたは力がありすぎるその力をコントロールしないと変なものが寄ってくるから生きていくのがあなたは難しいだろうねってことを言われていたと。 そしてその霊能力者の方に力を封印してもらったそうなんですけど大人になってだんだんとその封印が解けてきたのかいろいろ見えるようになってきてしまってまあまあ除霊的なこともできるけどさすごく疲れるから嫌なんだとその人は言っていましただけどね家に行かなくてもこの伊藤さん私を見れば分かるんだってその霊能力者の方はでその方が言うにはよかったね引っ越しして前の家にそのまま住んでたら取り殺されてたと。 犬が守ってくれたんだよ引っ越し先にさやつがついてきてね、うん、その引っ越し先にいた座敷わらしが戦って守ってくれたからいなくなったけど、えー、でももう今座敷わらしもいなくなったよねって<う>その場で何も話してないのにバッて言われたんだよって<う>全てが自分が感じたままだった、うん、当たっていたことにびっくりしよと思いこの人本間もんなんだなと驚かされました、えー、この件で幽霊として見えてるだけが怖いことじゃないと思い知らされましたというところです。 まあそのね、まあ、住んだところっていうのが、えー、なぜかずっと眠ってしまう家であると、うん、でそこにいた、まあ、悪いやつがいたんですね、うん、でもそれはやっぱり、ね、新居にもついてきてしまっていたと、はい、ででも新居には自分が最初直感で感じたように幸運がある家、はい、お金が貯まる家やっぱ座敷わらしがいたんですよ、はい、で自分がついてきてしまったも連れてきてしまったものと 座敷わらしが戦ってくれた、うんえー、戦ってくれたけど、はい、やっぱ相打ちのようなものになってしまって、はい、もう2つとも消えたから今の家はもう大丈夫なの、うん、ど。これだから、まあ、途中でさっきもね、はい、何々の霊と何々の霊がみたいな<ー>頭をつかむみたいなのがありましたけど。 いいやつはやっっぱ戦ってくれるんだなってってそうですねで最初にやっぱ感じた直感っていうのはやっぱ正,正しかったですよね,そうだよね幸せになれるみたいなそうここは多分大丈夫だって<ー>で最初にその千葉はを買ったっていうところもありましたけど<ー>その千葉はも、えー、脱衣所の向か一回と吠えていたりとかって<ー>そばにいることで飼い主のことをやっぱ守っていてくれたっていうところん。うん 買うべきです僕らもそうですね <laughs>、はい、家に帰って「ただいま」ってあの人 <laughs> 何もいないのにあの言う癖があたまにあったりするんですけど <laughs> あの相手がいるべきですね <laughs> 見えないところに向かって「ただいま」って言う、はいはいはい、だだんだん僕あの今なんかいろいろ見てるのが <laughs> あのトカゲになったりなんかあの <laughs> <laughs> あのー。 犬とか猫とかから飼えるような小鳥とかんかどれがいいんだろうっていう癒しを早急な癒しを求めてるじゃねえかわかるわかるんかねちょっと自分のそういう気持ちであったりとかをトロできるトロというかねなんかちょっといてほしいなみたいな気持ちがあるんですけどねでもだめですね多分飼うと喋りかけるからだからね住む家には 気をつけてそしてそこにいるもの、ね、守ってくれるものもでも確かにいるから、はい、本当そういった見えないものっていうのもすごい話だなというふうに思いました。はい、というわけで今回ねちょっと怖いお話が中心でまとめてみましたけど、ねはい、え次回のやる時もですね、はい、何かテーマというかものを持って<あ>ぜ,ひぜひまたまとめていきたいと思います。はい、よろししくお願いいたます、えー、というわけで「投稿階段セレクト」でした、はい、ありがとうございました。 では続いての次の投稿階段の投階段ですこれ怖いよねめっちゃ怖いじゃんいいですねいいですね面白いなやっぱ面白いなよきですねマジ不思議プレゼンツ階段に夢をその手で掴み取れいや新しい企画思いついちゃったんですよね皆既宴を復活させようと思ってるんですただ今回のイベントは もう今までの従来のものではなくて圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよ階段によって人生が180度変わるなんかこの奇跡に近いこの体験をですね皆さんにもぜひ味わってほしいなと思っていますこの大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話 それにすごく僕は期待しています「投稿階段で人生を変えろ」詳しくは URL からマジであれやばいよねやばい